今回は、鳩山一郎内閣から、小泉純一郎内閣までの外交だけで問題を出します。最初は、聞き流して。慣れてきたら、15分間勉強して演習を進めなさい。それでは始めましょう。1。鳩山内閣の時に賠償協定に調印した国を2つ答えよ。また、日本とソ連との間で交わされた国交正常化の役場と、その西暦を答えよ。 また、その役場を交わしたロシアの首相の名前を答えよ。もう一つ。この年に日本が加盟した国際機関の名称を答えよ。答え。鳩山内閣の時に賠償協定に調印した国はビルマとフィリピンです。そういえば、鳩山内閣の外交のスローガンは自主外交でしたね。日本とソ連との間で交わされた国交正常化の約定は、1956年の 日ソ共同宣言です日ソ共同宣言を交わしたロシアの首相はブルガーニンです条約はモスクワで調印されました日ソ共同宣言でソ連は日本の国際連盟の加盟を認めたのでこの年に日本が国際連盟に加盟しましたなおこの条約には平和条約締結後のハボマイ諸島シコタン島の返還も規定されています 岸信介内閣の時に賠償協定に調印した国を2つ答えよ。また、対等な日米関係を目指して、アメリカとの間で改正された条約の名称を答えよ。また、この条約の施行最速を何というか。もう1つ、この条約の内容で、アメリカ軍の義務となったものは何か。また、条約の期限は何年となったか。また、 アメリカ軍の軍事行動の前にどのようなことが行われるようになったか答え岸信介内閣の時に賠償協定に調印した国はインドネシアと南ベトナムです対等な日米関係を目指してアメリカとの間で改正された条約は日米相互協力及び安全保障条約です1960年に改正されましたね日米相互協力及び安全保障条約の施行最速は 日米地位協定です。条約ではアメリカ軍の日本防衛が義務付けられました条約の期限は10年またアメリカ軍の軍事行動の前に日本との事前協議が行われるようになりました事前協議制でもいいですなおその他に日本が内乱の時にアメリカ軍が介入できるという規定が削除されましたこれは総計の大学を受験する人は覚えておきましょう3 新しい安保条約によって日本がアメリカの世界戦略に巻き込まれる危険性が高まると考えた革新勢力が中心となって起こした安保改定反対運動のことを何というかまたその運動の推進母体の名称を答えよもう一つこの運動の方針をめぐり社会党が対立したがその際分裂した右派が結成した政党とその党首の名前を答えよ答え 新しい安保条約によって日本がアメリカの世界戦略に巻き込まれる危険性が高まると考えた革新勢力が中心となって起こした安保改定反対運動は安保闘争です安保闘争の推進母体は安保改定組織国民会議ですなお安保闘争で激しい学生運動を展開した全国の大学の自治会で結成された組織は全学連です正式名称は全日本学生自治会総連合です 総計を受験する人は覚えておきましょう。安保闘争の運動方針をめぐり社会党が対立しその後右派が分裂して結成した政党は民主・社会党党首は西尾末広ですなおその後の池田隼人内閣の時に社会党の委員長の浅沼稲次郎が右翼を支持する青年に刺し殺される事件が起きています4日教祖の抑え込みを狙い岸信介内閣の時に全面導入された 教員に対する評価制度を何というか。また、警察官の職務行為を強化する目的で、改正しようとした法律の名称を答えよ。答え、日教祖の抑え込みを狙い、岸信介内閣の時に全面導入された、教員に対する評価制度は、勤務評定制度です。警察官の職務行為を強化する目的で改正しようとした法律は、警察官職務執行法です。世論の反対を受けて、 このの法律の改正はでできませんでした5岸信介が辞職した後に内閣を組織した人物は誰かまたこの内閣のスローガンを答えようもう1つこの内閣の時に日本と中華人民共和国との間で日中準政府間協定が結ばれて行われるようになった貿易を協定を締結した日中の代表者の名前を取って何と呼ばれたかまた 協定をを締結した代表者の名前をそれぞれぞ答答えよ答えよ岸信介が辞職した後に内閣を組織した人物は池田勇人です池田内閣のスローガンは寛容と忍耐池田内閣の時に政教分離の方針をとり日本と中華人民共和国との間で日中純政府間協定が結ばれて行われるようになった貿易を一般に LT 貿易と言います 協定を締結した日中の代表者は、李承氏と高崎達之助です。六、池田隼人内閣の後に内閣を組織した人物は誰か。また、この内閣の時に、大韓民国との間で調印された国交回復などを含む条約の名称と、その政歴を答えよ。また、その条約を締結した韓国の大統領の名前を答えよ。答え、 池田内内閣閣の後に内閣を組織した人物は、佐藤英作です。佐藤内閣の時に大韓民国との間で調印された条約は日韓基本条約です1965年に佐藤英作と国西妃との間で結ばれました韓国との国交正常化の交渉は1951年から開始されましたが賠償問題や竹島問題などで交渉が長引いていました7 日本と朝鮮民主主義人民共和国との間で締結された拉致問題解決や国交正常化交渉開始を決めた役場の名称を答えよまたこの役場を取り交わした日本の首相と北朝鮮の国家主席の名前を答えよ答え日本と朝鮮民主主義人民共和国との間で締結された拉致問題解決や国交正常化交渉開始を決めた役場は日朝平壌宣言です 二0二2年に小泉純一郎とキム・ジョンイルが取り交わした役場です。八佐藤内閣の時の1968年に返還された領土は何かまたアメリカの姿政権下に置かれた沖縄の日本復帰を目指して結成された組織の名称を答えよまたそうした組織による祖国復帰運動を受けてアメリカが琉球政府の行政府の主席を公選制としたが 後選制とした最初の選挙で当選した人物は誰かもう一つ、沖縄返還が合意された会談の名称とその西暦を答えよ。また、その会談を受けて、1971年に調印された協定は何かまた、沖縄の市政権の返還は、西暦何年に行われたか答え、佐藤内閣の時の1968年に返還された領土は、 小笠原諸島ですアメリカの私政権下に置かれた沖縄の日本復帰を目指して結成された組織は沖縄県祖国復帰協議会この組織による祖国復帰運動を受けてアメリカが琉球政府の行政府の主席を公選制としたけどその最初の選挙で当選した人物はヤラ長病沖縄返還が合意された会談は1969年の佐藤ニクソン会談ですその直後に日米共同声明で 沖縄返還が発表されました。佐藤ニクソン会談を受けて、1971年に調印された協定は、沖縄返還協定。この協定によって、沖縄の施政権は1972年に返還されました。なお、沖縄返還に関しては、核抜き、本土並みで行うことが約束されました。核抜きとは、非核三原則に基づき、アメリカ軍が沖縄で使用している基地に核兵器を持ち込まないということです。 非核三原則は佐藤内閣の時に決められた核兵器を持たず作らず持ち込ませずという方針です。9佐藤内閣の時期にアメリカの中国に対する外交政策が変更され世界に衝撃を与えたがその外交政策の転換を行ったアメリカ大統領は誰かまた中国に対する外交政策を転換した背景は何かもう一つアメリカが転換した 対中国政策の具体的な内容を2つ答えて答え佐藤内閣の時期にアメリカの中国に対する外交政策が変更され世界に衝撃を与えたけどこの外交政策の転換を行ったアメリカ大統領はニクソンですこの衝撃をニクソンショックと言いましたねアメリカが中国に対する外交政策を転換した背景は中祖対立ですアメリカが転換した 中国政策の具体的な内容はニクソン大統領の中国訪問と国際連合の中国の代表権を中華民国から中華人民共和国に変更するということですその後アメリカは中華人民共和国と国交正常化を実現しました10佐藤内閣の後を受けて内閣を組織した人物は誰かまたこの内閣の時に 日本と中華人民共和国との間で交わされた国交正常化の役場を何というかまたそれは西暦何年のことかまた役場を取り交わした中国側の国務院総理は誰か答え佐藤内閣の後を受けて内閣を組織した人物は田中角栄です田中内閣の時に日本と中華人民共和国との間で交わされた国交正常化の役場は日中共同声明 1972年に約定されました日中共同声明を取り交わした中国の国務院総理は習恩来です日中共同声明で日本が中華人民共和国を唯一の合法的な政府と認めましたので台湾の中華民国政府とは断交し日華平和条約は終了しました11その後日本と中華人民共和国との間で両国の相互尊重。 相互不可侵や経済的、文化的発展を訳した条約の名称を答えよ。また、それは、西暦何年に締結されたか。また、その時の内閣名を答えよ。もう一つ、その条約の締結交渉が難航したのは、どのような条項を条約に明記するかどうかでもめたからか。答え、日本と中華人民共和国との間で、両国の相互尊重、相互不可侵や、 経済的文化的発展を訳した条約は日中平和友好条約です福田武雄内閣の時の1978年に締結されました日中平和友好条約の締結が長引いたのは条約に派遣条項を明記するかどうかでもめたからです12日本とアメリカによって決められた安保条約を円滑に進めるための共同作戦行動の方針を何というかまた それは何内閣の時に決定されたものかもう一つ、その方針が見直しされた時の内閣は何内閣か答え、日本とアメリカによって決められた安保条約を円滑に進めるための共同作戦行動の方針を日米防衛協力のための指針と言います。ガイドラインでもいいです。ガイドラインは福田武雄内閣の時に閣議決定されました。また、ガイドラインが、 地域紛争やテロ対策用に見直された時の内閣は橋本龍太郎内閣です。新ガイドラインと言います。13日本の防衛費を GNP の1%以内とすることを閣議決定した内閣と1%枠撤廃を閣議決定した内閣をそれぞれ答えよ。答え日本の防衛費を GNP の1%以内とすることを閣議決定した内閣は三木武雄内閣。 1%, 1枠撤廃を閣議決定した内閣は中曽根康弘内閣です。14. 湾岸戦争を受けて自衛隊を海外に派遣できる法律が制定されたが、その法律名を答えよ。また、その法律を制定した内閣名を答えよ。また、法律の制定は西暦何年か。もう一つ。その法律によって自衛隊が最初に海外に派遣された国はどこか。 答え自衛隊を海外に派遣できる法律は PKO 協力法です PKO 法でもいいです PKO 協力法を制定した内閣は宮沢喜一内閣です1992年に制定されました PKO 協力法によって自衛隊が最初に派遣された国はカンボジアですなお宮沢喜一内閣の時には佐川急便事件で国民の不信を買って 衆議院選挙で自民党が敗北したため、55年体制が終了し、細川森弘内閣が成立しています。今回の範囲はこれで終わりです。日中関係や安全保障、自衛隊は入試では出やすい箇所なので、丁寧に学習しなさい。コンスタントに8割以上取れるようになったら、次の回に進んで。じゃあ、次の回で待ってるからね。